もうこんな時間。集中してたから全然気がつかなかった。お腹減ってないからご飯いいや。あ、お湯沸かすならコーヒー欲しい。ごめん、今手が離せなくって。何？こっちじっと見ないでほしいんだけど。邪魔っていうか気が散る。言いたいことあるなら言ってよ。まあまあ急ぎの仕事かな。今やらなくても全然間に合うんだけど、やっといたら後々楽になるからさ。あとどれくらいで終わるかはわかんない。そんなに時間かからないと思うんだけど。あ、かまってほしいんでしょ。なんとなく君の雰囲気からわかった。悪いけど構うのはこれが終わってからね。それまでは忙しいから無理。ごめん、集中したいから話しかけないでもらっていい？しばらくほっといて。ああ、コーヒー終わったらここ置いといて。うん、ありがとう。ねえ、どこ行くの？自分の部屋？ちょっと待って。ほっといてとは言ったけど、ここから離れていいなんて一言も言ってない。全然矛盾してない。事実。違う？それとも、部屋に戻って何かすることあるの？仕事とか？雑誌読むだけ？それなら、ここに雑誌持ってくればいいじゃん。邪魔にはならないよ。別に。さっきのは、じっと見てきたから視線が気になったの。だから、気が散るって言っただけ。雑誌読むだけなら、邪魔じゃない。むしろちょうどいいくらい。あんまり静かすぎると、逆に集中できないっていうか。ほら、ある程度騒音って必要じゃん。てか、家の中にいるなら、そばにいてよ。寂しいじゃん。ずっと一緒にいたいんだもん。少しの時間も離れたくない。はぁ、少し眠くなってきた。あくび、映っちゃったね。ね、一緒に寝よ。たまには一緒に寝たっていいじゃん。お休みの日ぐらい、のんびりしよう。ね。おやすみ。